今日はバッチリ正面からの顔出しで、なんかこの辺までしか映ってないかな、大丈夫かな。少しご相談というかですね、コーナーを作りたいと思って、こんな動画を撮っています。どういうことかというと、ジャン君の恩人、僕たちにとっては保護猫活動の師匠ですね、の方が、今 SOS を出しております。体の調子がですね、悪くて、13頭いる保護猫の、行き先を探さなくてはいけなくなってしまいました。という、情報を毎日少しずつ、1匹ずつの、1人ずつ、そう言えばいいですか、1人ずつ猫ちゃんの紹介をしながらですね、やっていきます。ただし、この猫ちゃんが、もらわれ先がもし決まった場合に、残ってしまう動画に入っていると、皆さんの誤解を生むかもしれないので、ストーリーという機能を使ってですね、7日間ずつ、1匹ずつ、こう、収録するというふうにやっていこうと思います。その他の概要については毎回こんなふうにして、これはちょっとないかな、まあ、動画を撮りながらそういう情報を出していきたいなと思っていますので、よろしくお願いしまおす。願いしまつむす。じ。ブラシかじってはります。はい、ジャン君、おいはで。いはい。はいはい、ちゃん私、痛くくてこれつけられない。ん。はいはい。左手にすればいいんだ。右手はちょっと痛くてつけられない。赤すりも今日もちゃんとお利口さんになりました。えらいぞ、ジャン偉君。いでしゅー、ジャン君も偉いでしゅー。これでおトイレ行きに行かなくなったらもっと偉いです。でも血尿じゃなくなったからよかったです。さあ、おいで。はい、おいで。やるよ。こっち食べる。はい、食べてください。
ちゃんか。はい、いいよ、早めて。ジャン君、今日は何度目のトイレですか？もう数えられません。ジャン君、もういいんじゃないの？出ないと思うよ。うん、はい、はい、あ、ちょっとここがくしゃってなっちゃった。はい、くしゃっとなったとこアップ、え、やめて。上手に取れませんでしたが、そうなの、いただき物でございます。はい、かわいい感じの段ボールの中にこんな感じでございます。ポンちゃんって書いてある。お、本当だ。ポンちゃんのお誕生日ということでありがとうございます。いただきました。ちょっとこれを開けてしまいます。開けちゃうんだ。ポンちゃん、ポンちゃんね、ポンちゃん、あのおことの中で爆睡中なんですよ。ポンちゃん結構気に来ないな。おー、クッション、ポンちゃんの好きそうなふわふわ音感クッションです。ふわふわなクッションです。大丈夫？ポンちゃん出てこなくて大丈夫？ポンちゃん、はい、それ、あ、お、なんか可愛いものが出てきたよ。あ、これがあんか？電子レンジでなんとか加熱するだけで心地よい温かさがなんとかなんとかします。ちょっと俺には目で目の具合でよく読めませんが、湯たんぽです。湯たんぽっていうかほかほか、うん、なんとかです。はい、すごいね、ポンちゃん。ほら、ポンちゃんの好きそうなもみもみするやつ、どうすかどうすかどうすか、もみもみしてみてください。そしてこれはジャン君が投げたりするのにちょうど良さそうなポンちゃん宛てですが、多分ジャンクに取られるでしょう。ハッピーバースデーポンちゃんって書いてあるよ。かわいいよ。ハッピーバースデーポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん誕生日おめでとうって。いつまでもかわいいポンちゃんでいてねって書いてあるよ。はい、こんなようなものですよ。飾ってもらって、そしてこうか。あ、これはポンちゃんの誕生日の時に飾れるやつだ。はい、オーナメントをいただきました。 あと風船もいただきました。はい、風船いただきました。ポンちゃんも乗ってはるよ。あ、そしてジャン君にも、手にも来たよ。ジャン君、ジャン君入っちゃった。入っちゃった。僕じゃないんだよねって入っちゃいましたが、ジャン君実はあったよ。ジャン君にもあったよ。はい、じゃあジャン君のも開けてみましょうね。すごいね、これも作ったんだね、ポンちゃん。うん、よいしょよいしょ。ナイスね、ポンちゃん。手がちょっと腫れてポンパンですが、ポンちゃん、ジャン君、ポンちゃんとお揃いだよ。あ、お揃いだ。しかも、なんだっけ、ジャン君色だ。マーモセットじゃなくて、だからハリネズミ違うよ。ほら今イラスト僕描いてるじゃん。え、
ハムスター？ハムスターです。ハムスターじゃなくて、これが全体的で、これはお腹の内側が見えるってことで、これが多分毛でしょ？毛だったらハムスターじゃん。ハムスターは、どっかに書いてないの？ハムスターじゃないと思うな。特徴、電子レンジ、同じこと。じゃあ僕はハムスター説を。はい。はい、ぬくぬくでーす。よかったね。じゃあくん、膀胱炎をもうこれで卒業しよう。すごいかわいい。ポンちゃんはバッチリだね。もう気に入っています。このハムスターと僕が呼んでいるピンクのぬくぬくに乗っています。どうもありがとうございます。くんぽんちゃん、おやすみ前に一暴れか。戦ってました。戦ってるの？ごめんね。